わけで、今夜もこんばんは。今夜も、可愛い着せ替えファッションと、癒される、ミラクルの声、センシルさんのお時間ですね。というわけでですね、今夜も見てくださった君、見てくださってる君、マジ、あざますあざます。ねえ、いや本当にね、今夜も見てくれている君が、もし、目の前にいらっしゃったら、ご一緒に、アイス食べませんかと、ねえ、お誘いしたいぐらいです。この動画をね、今ご覧になってる君は、どんなアイス好きっすか？ねえ、いやー、私はこう、何がいいかな。そんな感じでですね、今夜も張り切って、素敵なコーデ&レイのあれをね、やってまいりたいんですけども、今夜の私のコーデテーマ、早速発表させていただきたいと思います。今夜のコーデテーマは、赤間のあれ、パート2というわけでですね。いやー、というのもですね、前回、前々回のですね、折り紙手まりの、少女のガチャでですね、袴の下だけ当たったんですけれども、今回ですね、こう、上もね、揃えさせていただきまして、ねー、その秘密というか、それなんでなのかなみたいな話はですね、今回も私の、ね、コーデアイテム、ね、今夜コーデしたアイテムをご説明をしながらですね、ご覧になっていただきたいと思います。こちらですね。ですね、今夜のアイテムこんな感じになっておりますね。ドリームドリーム、ウェーブ、エンジェル、ナースリップ、ワンダーアイ、スターライトチーク、ゴーストノーズ、ハロウィンゴシックブーツ。なんか最近ね、こう、逆に着物系アイテムで、こう、ブーツ系アイテムを、ね、こう、こうでするみたいな。なんかね、大正ロマンのガチャあたりからね、こういう感じがいいかな、みたいな、ね、感じでやってます、ね。そして和風髪飾り&あったかマフラー。動画ね、ご覧になってる金も、いや、今日大丈夫そうじゃねえと思いつつも、ね、こう一枚、羽織るか、持っていこうね。ねえ、本当にこの、なんだろうね、気温差で体調崩しやすくなりますんで、ねえ、いろんなね、ご時世とかもありますから、ねえ、気をつけましょうね。レッドローズネイル、オリオンブルームーン、そして C0028 の、C0028 のサイヤパイセンってどういうことなの、ね、そしてですね、今回このパステル袴上をですね、ギフトさんでいただきまして、ねえ、もうマジ、あざます、あざます。ですね、今回もね、ギフトさんと一緒に、もう素敵なね、メッセージもいただきまして、本当にね、ありがとうございます。続きます。これからも頑張ってください、みたいなね。ねえ、そんな感じだったんですけども、いやー、本当にね、嬉しいっすね。何かをやった時に、こう、面白いなと思っていただけるというかですね、思っていただけた上に、それをこう、伝えていただけるっていうのはね、もうね、すごくね、嬉しいよね。もうなんかこういうのあるからやってるところあるよね。ねえ、もう一緒にお話ししようぜ。最後は前回も使わせていただきました、袴下というわけなんですけれども、袴がですね、上下で分割されてますんで、こう下だけね、こうミニ丈のこう、パンツとかスカートとか、ねえ、で、こう、ミニ丈の着物ですよ、みたいな。そんな考えもできますんで、この、なのね、上下分割って、こう、すげえ発明。こんな感じですね。今夜の私のコーデでした。ねえ、いかがでしたか？今夜も、もう素敵な感じに仕上がっちゃったんじゃないですか。というわけでですね、こっから後半戦、例のあれをやってまいりましょうね。いや、本当にね、例のあれがね、続々来ておりまして、もうね、マジ引かなきゃなんないよね。例のあれ限定ガチャになります。ね、センシルさんではですね、最新の流行、ね、最新のアイテムが、もう最新の状態そのまま直で、ね、やってまいりますんで、もうすぐね、引かなきゃなんないよね。早速ですね、前回から増えたガチャを見てまいりたいんですけども、まずですね、オデット&オディールですね。ね、復刻みたいなんですけども、確かにこれ前見たことがある気がしますね。ね、なんかね、たまにね、復刻のガチャなんだけど、私がこう、あれなんかこんなのあったっけみたいなね。時もありますんで、いや、今回ね、見たことあるみたいなね。そんな感じなんですけども。私が始めたのが、センシルさんのサービスが開始して半年ぐらいかな。こう、秋前とか、そんぐらいだった気がしますね。ですね、その前にやってたっぽいガチャは、ちょっとね、残念ながら存じ上げないんですけど。でも大丈夫、今回のはね、知ってましたよ。冬のあったかココアタイム。いやー、ココアタイムっすか。いや、知ってます、そういえば。ココアって、免疫力を上げる効果があるらしいんですよ。まずね、ココア免疫力みたいな、ねえ、感じのワードで検索していただけると、こう、いろいろね、そういう情報出てくると思うんですけども、ねえ、なんかそういう効果がココアにはあるらしいっすよ。そしてですね、あったかいものをね、飲むとですね、人間心がほっとするらしいんですよ。ねえ、こう免疫力も上がって、ほっとする、あったかいココア。
ねえ、ぜひともね、飲んで、この冬も乗り切りましょうね。ねえ、今回この、あったかココアタイム、ねえ、引いていきますかね。そんなね、ココアを推進する感じで。他にもですね、まったりガーデンカフェ、ホーンテッドナイト、折り紙手紙の歌恋少女、月明かりの占い師、等々ございますね。ねえ、月明かりの占い師もまだね、引いてないですけども。というわけでですね、今回この冬のあったかココアタイムのガチャをね、引いてまいりましょうか。いやー、この動画もね、ご覧になってる君も、ココアを飲みながら、ね、ぜひご覧になってくださいね。でですね、早速冬のあったかココアタイムのねガチャアイテム拝見してまいりましょうか。まずですね、 SR ワンちゃんの肉球お目目というわけでですね、へえ、このなんか目の真ん中のとこが肉球になってますね。へえ、いやー、なんだろうね、目の真ん中のとこが肉球になってる瞳ってこう初めて見ますね。目の真ん中に肉球はちょっと思いつかなかったですね。へえ、でもなんかこう可愛い感じになってますね。へえ、なんか瞳と肉球って合うんだね。ねえ、なんかこうすげえ新しいものを見ましたね。こう新しいものを見るとワクワクしますね。続きまして髪型になりますね。クセッケワンチャンボブというわけなんですけれども、進化って書いてあるので多分ね、今映ってるね、このキャラクターがツインテールになってるんですけども、多分進化するとこの髪型になるんじゃないですかね。ワンチャンワンチャンって来てるので、なんだろうね、ココア以外にもワンチャンモチーフのガチャなんですか、ね、そして続きましてですね、ハグミベビードールというわけなんですけども、いやー、めっちゃ可愛いじゃん。もう可愛いといいねしか言ってねえんだ、私。最近。ねえ、最近ってかもうここ何年か。ねえ、もういいねボタンしかないんですよ、私。そして続きまして、ベイビーワンチャンルームというわけなんですけど、こちら背景になりますね。いやー、素敵な背景じゃないですか。ですかね、ここ最近のガチャで、最近背景当たってないので背景当てたいっすねって言ってね。全然こう、当たってない。当たってないので。ねえ、今回こそ背景当てたいかな。ねえ。そして、戯れる。愛しのワンちゃん。いやー、ワンコのお尻。かわいい。ねえ、なんだろうね、いろんな動物さんの、このね、お尻を撮ってる、ねえ、こう、写真というか画像というか、もうね、結構 SNS さんで拝見したりしますし、ねえ、こう、動物のお尻って、かわいいよね。ワンちゃんブランケットというわけでですね、いやー、なんだろうね、このワンちゃんの尻尾か何かがこう、ブランケットになってるんですかね。へぇー、可愛いアイテムじゃない？いや、可愛すぎるアイテムじゃない？こっから R になりますね。ココアの犬耳カチューシャ。いやー、犬耳でも、垂れ耳じゃん？いやー、可愛いっすね。ほんと可愛いしか言われない。いたずらワンちゃんのお口というわけでですね。いやー、これもまたニャンコ虫とね、また違う可愛さがありますね。ココアの肉球グローブ、ワンちゃんの尻尾、ホイップワンちゃんココア、ワンちゃんのプニプニお花、ココアのそばかすチーク、ベビーピンクの首輪、ワンちゃんスリップ、ふわもこココアソックス。へー、このココアソックスめっちゃ可愛いね。あれだったら今回ココアソックスがいいかなといった感じのですね、ガチャアイテムになってるんですけども、今回どのアイテムが欲しいかなっていうのをね、見てまいりたいんですけども、SR はね、今回背景がいいですかね。ねえ、ここ最近ね、背景当てられてないので、ね、背景が欲しいですね。そして R はですね、やっぱり今回ね、このふわもこココアソックスがいいですかね。ねえ、このふわもこ感めっちゃ可愛いよね。そうはいっすもん。なずかさん、この辺が当たるんじゃねってアイテム。ねえ、見ていきたいんですけども、今回ね、当たりそうだなと思ってるのは、尻尾ですね。なんか今回尻尾が当たりそうな気がする。ですね、今回も早速ガチャの方引いてまいりましょう。今回もね、3回引きますよ。ねえ、この動画を見てる君も、何が当たりそうか、ちょっとね、予想してみてください。それじゃあ行きますよ。3、2、1。それじゃあ引いていきますよ。まず1回目、えい！お、バッグ？バッグって何？お、グローブ！あなたにぴったりのアイテムだね。いやー、なんか尻尾とニアミスって感じしますけどもね。さあ、もう一回引いてまいりましょう。さあ、帽子！ピンクの首輪！あれと合わせて見るのがいいんじゃない？もしかしてさっきの手袋かな？いや、てか、ちょっと待って。今回 SR 引けないんじゃない？いやー、じゃあ最後の一回引いていきますか。いや、久々に SR 引けないガチャになるかな。さあ、どうなっちゃうかな。お、チークですね。なかなかいいセンスだ。それで戻ってまいりました。いや、今回はこう、久々に
SR の引けないねーガチャでしたね。あ、でもなんだろうね、今までバンバン SR を引けてた方がちょっとね、こう出来すぎというかね、そんな感じなんですけども、ねー、こう運もちょっとね落ち着いてる感じになりましたかね。いやー、ちょっとあの運気上がるあれが足んなかったですかね。もっとね、あの運気の上がるいろいろやってまいりたいですね。あとはこちらになりますね。こちらの方がですね、私のセンシルさん内定のプロフィールになっておりますので、よかったらですね、フレンド登録の方もよろしくお願いいたします。YouTube で毎日選手でやってるのあずかです。よかったら動画も見てみてね。そしてチャンネル登録もマジよろしくね。マジよろしく、ね。あとはですね、コメント高評価の方もどしどしお待ちしております。ねえ、ぜひですね、お気軽にコメントの方をしていただきまして、ねえ、私と交流いたしましょう。ねえ、一緒にですね、このチャンネル賑やかな感じにして回りましょう。そしてですね、高評価の方も10兆個ぐらい押していただけると大変嬉しいです。それではですね、私はまた次の動画いい朝。次の夜にまたお会いしましょう。お相手はあなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。